菊池氏菊池氏は、日本の士族の一つ。本性を、藤原氏とし、九州の肥後国菊池郡、熊本県菊池市を本拠としていた一族である。明治新の立役者、維新の実決の一人、西郷隆盛も、菊池一族の末裔と伝わる。中国の歴史書、三国史中の、義士第三十巻、唐島戦飛東遺伝は尋常。 石和神殿に登場する、蔵国の艦、伊古地彦、九古地彦を、その名前より、菊池彦に通じるとし、熊本県菊池郡や菊池市との関連を指摘する、説がある。平安時代初期に編纂された、直戦史書俗日本記には、文武天皇2年5月更新、698年7月8日、の嬢に、霊打財布袋一王のキーマリチ三次郎、財布をして、王の、キー、 菊池の三条を作ろうよ、おさめせしむの記述がある。また、奈良時代の天平商法元年11月3日、749年12月16日に、奈良東大寺が、大やかこれまから新城された61名の土肥を、記録た土肥町の中には、右京市場四坊式菊池屋市人の名が見える。平安時代中期の上平年間、931年938年。 に編纂された辞書和名類辞賞ではこの地名を九地と中していることから、上代から古代にかけてはこの地域は九地と呼ばれ、菊地と表記していたことがわかる。後方四年967年に施行された演技式によると、すでに菊地の記載があることから、この頃までには菊地に菊地の家事を当てていたものと考えられる。 菊池氏は、2019年、官任三年の問いの入校に、先行のあった、多宰言の祖父、藤原高家の孫とされる、藤原紀隆が、肥後国に下校して土着したとして、藤原聖、藤原北家を自称し、隠し系図もこれに沿った内容となっているが、1959年、昭和34年、四方正和は、公家が残した日記や、源氏物語を研究した結果、 藤原高家の光栄とするのは、仮岡かせであり、藤原高家の下で、多在商にであった、の高の父、藤原正則について、被護国住人と記述されていることをもって、正則との高の、大戦七7 0年頃、菊池周辺に土着したとする説を発表。この説が、現在まで有力とされている。その出自については、 大田寮による代々打財布官を務めた、犠牲の地方豪族とする説、鈴木誠年による、下だら王族出身のト来人である、鬼室福神の公営とする説、さらには、久那国の官、伊古地彦、菊池彦公営説、古代丸、里市、九口、山のふもとの谷から平野へ出る口族公営説、源、常元の公営とする、厳正説、など多様な説がある。 陰性時代全国の在地支配層は、こぞって、中央の有力者に昇援を寄進して、その庇護を受け、陰の武者として、勢力を拡大しようとした。四代、菊池教習、五代、菊池恒直が、鳥羽院武者と記録されていることからも、菊池氏がその例に漏れなかったことが推定される。この頃までに、菊池氏一族の中に在地名を名乗る者が現れ、菊池氏一族が、 ヒゴ国の在地勢力として定着拡散して行ったことがわかる。平家台頭後は日宋貿易に熱心だった平野清盛がヒゴ守るに就任するなど平家によるヒゴ国統制が強化されると菊池氏は平家の家人と化したが1180年自称4年源頼朝が兵を挙げると翌1181年和元年六代菊池隆氏家は 幼和の乱を起こして、平家に反抗した。劉忠氏は、翌年、平貞義の率いる追悼軍に降伏し、以後、平家の家人として自称、呪影の乱、元平合戦に従軍したものの、壇の裏の戦いに及んで、源氏法に寝返り、御家人に名を連ねた。元平の間を揺れ動いたことで頼朝の疑念を招き、劉忠氏への恩賞は、守護に認じられた。 小西や大友氏、島津氏に遠く及ばず、逆に多くの関東系御家人を本拠地周囲に配置され、その牽制を受けた。八代、菊池のお高氏は、上級の乱において、後鳥羽上皇方に組みしたため、北条義時によって、所領を減らされた。乱後、鎌倉幕府は、鎮税短大を設置して、西国の抑えとした。十代、菊池武志坊は原稿に際して、 鎌倉幕府から博多に招集され、一族老党を率いて、元軍と戦闘を交え敵を打ち取った。菊池氏は伝統的に、元兵勢力と一定の距離を保ち在地勢力の優としての意地を見せてきたが、鎌倉幕府に衰えが見られるようになると朝廷とのつながりを深めた。十二代、菊池武氏時は、五代醐天皇の臨時に応じ、1333年、 現行三年、昭郷二年、阿蘇これ名を、将に提供、大友定宗を誘って、鎮税短大、北条秀時を博多に襲ったが、帝行、定宗の裏切りによって前線虚しく、鎮税短大管内で戦死した。無事の意志は、嫡男十三代、菊池武重に引き継がれ、剣武の申請成立後、楠木正重の推薦もあって、日後守るに任じられた。 無事の武功は高く評価され、その諸子、菊池武重、菊池武清菊池武都等も助任を受けた。足利高氏が、県務の申請から離脱四半期を翻すと、武重は、五代醐天皇の近くに仕え、日本各地を転戦した。武重が、関東で戦っている頃、京都を追われた高氏が九州に逃れ、将二帝京の、この将により久が死を、 赤間関に迎えに出た隙に、竹茂の弟、菊池武俊は、多財府の定義を攻めて滅ぼした。1335年、剣武2年に勢いづいた竹俊は、あそこれなお、秋月主導、鎌ま武久、星野家の弟を誘って、たた浜の戦いで足利方と戦ったが敗北し、菊池に逃げ帰った。高氏が京都に攻め上ると、 岳俊は再度放棄して足利方に反抗した。また、京都を脱出していた武重は1337年、南朝、延元2年、北朝、県武4年帰国して岳俊と合流し、足利方の一式の理由児、蝶により久と戦った。以後、九州も南北朝の騒乱に巻き込まれていくことになる。武重、岳俊兄弟の死後、 菊池氏勢力は賃貸の時期を迎えたが、南朝、五代五天皇の御子金長新王が、1339年、南朝、延元4年、北朝、略王2年生成将軍として、九州に下校した。途中有国に滞在した、金長新王は、宇都宮貞安を連れて1341年、南朝、広国2年、北朝、略王4年薩摩谷山に、上陸。 1343年、南朝、広国四年、北朝、公営二年、日後国宇都において十五代、菊池武光迎えられた。金長新王は、あそこれズみの本拠地三船を経由して、ワイフ城に入城した。この頃中央では、高氏と弟、足利忠義の間に対立が深まり、1349年、南朝、昭平四年、北朝、城は五年、 忠義の養子、足利忠冬が九州に下校してきたため、九州は三勢力に分断された。しばらく三すくみの状態が続いたが、1351年、南朝、昭平6年、北朝、官能2年、忠義の失脚により、忠冬が九州を去ると、勢力を伸ばした。金長親王は1358年、南朝、昌平13年、北朝、塩分3年、 武光やその兄弟、武吉、武清等の働きによって、太宰府を攻略した。以後、太宰府に、政政府が置かれ、九州における、公的機関の様を提していた。一方、豪を逃した幕府は1371年、南朝、建徳2年、北朝、大安4年に新たに、今川貞代、九州単内に任じた。武光は、定世と戦ったが叶わず、 翌年には、太財府を失った。このような中で竹光と十六代、菊池武政が、相次いで没死、十七代、菊池武友が後を継いだが、三百七十七年、南朝、天十三年、北朝、英和三年の二名灘の戦いできた朝方に、大敗するなど、さらなる敗戦を重ね、三百八十一年、南朝、高和元年、北朝、英徳元年には、 本拠地をも追われてしまった。そして、1392年、明徳3年の南北朝合一を機に武友は、阿蘇これまさと共に両春と和睦することになった。18代、菊池県庁は、必ずしも、室町幕府に忠実ではなかったが、これまで守護であった阿蘇氏が、阿蘇軍にしか勢力が及んでいない実情を見た。室町幕府は、県庁を、日護守護職に任じた。 次の十九代、菊池持友の時代には、大内氏と共に、室町幕府に反抗的な小に氏、大友氏と戦い、大友氏が持っていた畜後守護職を与えられた。ところが、二十代、菊池ため国の第に、大友氏が幕府から罪を許されて、畜後を大友氏と菊池氏の反国守護にすることになると、これに反発したため国は、大友氏と戦い、今度は、 幕府の怒りを買った菊池氏が、地区後守護職を奪われてしまった。一方、菊池氏の本国である日後でも阿蘇軍は全守護である阿蘇氏が阿蘇大宮寺の立場を利用して同軍を掌握しており、菊池氏の勢力は小国地方に浸透したのみであった。熊軍と足北軍も鎌倉初期からの領主である相良氏が掌握しており、内乱時に菊池氏の安堵を得ることはあっても、 原則的には自立した存在であった。そして、八代軍を支配していた縄氏も、菊池氏とは長年南朝方として共に戦ってきた間柄で、菊池氏と共に室町幕府に従った後も自立した存在であり続けた、宇都軍を支配する宇土市が滅亡すと、同軍も併合している。菊池氏が死後として確実に支配できた地域は、天草軍と国中と称された七軍。 玉名、山本、山が、菊池、秋田、琢磨馬、益式閣軍及び筑後守護時代に影響下に入り、筑後の一部地域に限られており、それも後日の内紛によって縮小していくことになる。父である十八代、菊池県庁を追って当主についた十九代、菊池持友の頃から、菊池氏一族の間で家督をめぐる争いが持ち上がるようになっていたが、二十代、 菊池ため国の弟で、宇ど氏の養子になっていた、宇とためが、老いである二十一代、菊池重友に対して千四百八十四年、文明十六年拒兵。敗れた者の重友没後千五百一年、文紀元年再度拒兵した。ために追われた二十二代、菊池の運は、有馬氏を頼って、玉名を経由して、島原に逃げ、翌千五百二年、文紀二年上重心。 熊部運事等とこうして、ためみつを自陣させた。農運は戦いに勝利したものの、戦勝がもとで1504年、永生元年わずか23歳で死亡し、以後菊池氏の家督は、初流から排出されるようになり、菊池氏家督は、阿蘇市や大友市に横取りされ、こうして、菊池氏は滅亡した。農運の死後被護国では、下国城が進み戦国時代に突入したとされるが、 菊池氏の医療は、菊池三加郎と言われた赤星氏、上氏、熊部氏等が領するところとなった。南北朝時代に、菊池一族は、五代醐天皇の南朝方にあった。吉野の山中にて南朝を開き、京都朝廷と吉野朝廷、南朝が並立する南北朝時代に、五代醐天皇は、御隆両親王や常吉親王らを、新田義貞に命じて、北陸へ向かわせたほか、 金長親王を清々将軍に任じて、九州へ、宗長親王を東国へ、則永長新王を道の九国へと、各地に自分の御子を送ってきた朝方に対抗させようとした。菊池氏滅亡後、肥後国豪族メラが、菊池の運の子、メラ四月つの末裔を名乗り、江戸時代に皇太寄り合いに劣せられ、明治時代になって菊池姓への復帰を許され、断尺になっている。 昭和初期に中島熊吉商工大臣と三戸部吉貴族院議員をそれぞれ皇室へ府中として休断し辞職に追い込んだ菊池竹雄はこの菊池家の男爵である。また、八代市の十二代党志高氏屋は一族老党を連れて、日向国の大名である北原氏を頼り、新しい本拠となった正木院の地名、大河平を取って大河平氏に改正。 北原氏が滅亡後は、薩摩島津氏の家臣となり、薩摩藩氏として存続した。他に所流として、西郷氏があり、将軍、徳川秀忠聖母の西郷局、藍津藩がろう、西郷田も、薩摩藩家旧藩氏、西郷隆盛は、菊池氏の出とされる。その他宮崎県小湯郡西村村、群馬県伊勢崎式立議長、南地議長などにも、 菊池が見られる。道のく菊池氏も日後菊池氏と同族で、県務の申請に関わった人々の中に、菊池一族も名前を連ねていることから、五醍醐天皇の多くの御子に伴って、全国各地に散らばったとされる。当の菊池氏もその一族で、カイロより、青森県八戸に上陸し、岩手県東野にたどり着いたとされ、家門に、いわれが残っている。 菊池市は、丸に並びたかの羽もしくは、丸に違いかの羽を用いることがく、当の菊池市は、通常の家門に、回路から入ったことを表す波門が加えられ、丸に並びたかの羽に、波門で表す方が多いようだ。人口の2割を菊池市で占めている、岩手県当の市は1998年、平成10年月1日、菊池市と友好都市宣言を結んだ。 この他にも岩手県では菊、菊池姓、菊池姓を名乗る人が多く、当の菊池市の他にも宮城県石巻から北上川を北上してきた一族がいたなどの言い伝えが残っており、岩手県欧州市、江差地域に多い。日立国にも菊池市がある。日後菊池市の流れを引く道の区菊池市と同族という、演奏は関白、藤原道隆。また、 茨城郡矢田村にも菊池氏が見える。田賀谷茂爪の家臣にも菊池氏の名が見える。他、久慈郡稲村神社の由来書には、神樹不将軍元義家が藤原広重の娘に生ませた藤原義弘に従属する武士として、松浦市、菊池市、原田氏があったという。なお、日立国から佐竹氏の秋田天保に随行した菊池氏が数流、見える。 以下、菊池と名乗る家と菊池と名乗る家があるのでそれぞれ区別して掲載した。菊池忠政,政はその子、正勝の代に秋田に随行した。治葉公は200国という。菊池武直は畜死の生まれであるという。本政藤原氏。さすらいして、出羽国に移住する。新田開発大番となる。十三右衛門路の代に佐竹義信に従い。 秋田に天保に随行し、出羽国戦国軍六号に住み、隠居、佐竹義重に仕えるという。義重卒後は、同軍刈輪野に移り、後に、秋田城下に移り住むという。本生は、藤原氏。菊池忠国の第二、佐竹義信に従い、秋田に天保に随行するという。子孫は、平賀郡横手に住む。死行三十国。家門は薄。 本生は、藤原氏。菊池かなのぶの代に佐竹義信に従い、秋田に天保に随行するという。秋田軍十二所に住むという。仙北軍角野建に住まうという。十二所に四十五国を有する。はじめ日地国志土藩主となった、秋田佐根末に仕えるという。その後、秋田藩佐竹氏の一門、足名義勝に仕え、足名氏断絶後は、 佐竹はじめもんの佐竹北家の吉地下に仕えて、千木軍角野立に住まうという。竹久の第二、佐竹義信に従い、秋田に天保、平賀軍横手に住まうという。秀永の第二、佐竹義信に従い、秋田に天保、子孫は、小月軍湯沢に住むという。佐竹義信に従い、秋田に天保、子孫は、小月軍湯沢に住むという。 治療五十国であるという、佐竹義信に従い、秋田に天保、子孫は、小月ぐ湯沢に住むという、治行十六国という、水戸藩に残留した菊池氏は、現金により、合氏の格式を得た者、機能した者等が見え、江戸時代初期、現金合氏となった者に、菊池小左衛門の名が見える。また、幕末、維新期において、 尊王氏や義民として活動する者も多く、いかにその生命を記す。また、下谷国ナス郡、鍋係にも、菊池氏がある。日後菊池氏の所流である。元々は、ナス氏の家臣であるという。竹行の代に、佐竹義信に従い、秋田に天保に随行する。家門は三本過ぎ。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。